さて、今日の夕食は何にしようかな。昨日の夜はカレーで、今日の朝はステーキ食べたし、昼はこってりラーメン食べて、おやつにみたらし団子食べたから、今日の夜はさっぱりしたものにしようかな。おいお前、誰か呼んだって、あれ誰もいない。こっちだよこっち。え、どこ？声しかしないよ。もっと下だよ下。え、下ってどこ？え、チーズが喋ってる。気づくの遅いんだよ。なんで、なんでチーズが喋ってんの？うるせえな、細かいこと気にしてんじゃねえよ。え、話しかけといて何？なんで切れてんの？切れてるチーズだからだよ。切れてるチーズ？いや、切れてるの意味違くない？いちいちうるせえんだよお前は。お前がブツブツうるさいせいで寝てたのに起きちまったじゃねえか。え、あ、そうだったんですか、ごめんなさい。で、結局今日の夕食は何にすんだよ。いや、さっぱりしたものが食べたいんだけど、まだ考え中で。とっとと決めろよバーカ。いや、ほんと口悪いな、言い過ぎだろ。亀は亀の餌でも食ってろよ。別にいいでしょ、人間の食べ物食べたって。もうしょうがねえな、じゃあ俺が決めてやるよ。え、あ、ほんと、じゃあお願いします。ウミガメのスープ。いや、ともぐいじゃねえか、今も食えるか。さっぱりしてそうじゃねえかよ。仲間を食べることなんてできないよ。っていうか、どこに売ってんだよ。綺麗事言ってんじゃねえよ。じゃあなんだよ、牛や豚は良くて亀はダメなのかよ。いや、それは感謝が足りねえんだよ。命をいただいてんだぞ。好き嫌い言わずに食えよ。なんか話がずれてるような。ところでお前、切れてるチーズは買ったことあんのか。いや、ないです。買えよこの野郎。なんで買わねえんだバカ野郎、生産されなくなっちまうだろうが。いや、だって僕とろけるチーズの方が好きなんだもん。ああ、お前今なんつった。え、いや、言っちゃいけないこと言ったな。いや、ごめんなさい。俺だって分かってんだよ、とろけるチーズの方が人気あるなんて分かってんだよ。なんでわざわざそれを本人に言うんだよ。いや、だから本当にごめんなさい。とろけるチーズ半端ないって、あいつ半端ないって。温めるとめっちゃ溶けるもん。そんなんできひんやん普通。泣きながら切れてる。だったら避けちまえばいいだろ。え、なんか新しいの来た。とろけることができないんだったら避ければいいだろ。切れることと避けることは似たようなもんなんだからよ。避けるチーズ。いや、どういう関係。うるせえなこの野郎。うわー、殴った。てめえの顔面引き裂いてやろうか。気安く話しかけてんじゃねえよ。チーズの世界よくわかんないよ。